もしもし、知らないよ。どうしてお母さん、そんなこと言うの？こういうのってループっていうのか。どうしたの？二人だけなんて初めてだね。あれ？だって二人じゃない。スーちゃんもいたんだ。でもスーちゃんは部員じゃないし。いないよ。ユイと何言ってるの？今日何しよっか。何して遊ぶ？あ、待ってよ。ずいぶん散らかってるな。美術室も新校舎に移るんだよ。知らなかった？ユイと何カリカリしてんの？知らないよ。最初からこうだったもん。ご主人様、もうすぐご飯ができます。ごめんなさいスー、そんなつもりじゃなかったです。ユイト、どうしたの？これからどうしよう。絵は？ねえねえ、ここの桜咲かないかな？ほえ？入学式の時ここで写真撮ったんだよね。はるかも一緒に。1年も2年も同じクラスになれなかったんだよね。来年は一緒になりたいな。ねえ、どうして喋ってくれないの？あのね、私食べ過ぎでここで寝てたことあるの。どうしたの？どうしたの？お腹痛いの？どうして？前って？
しくしく、バカにされたよ。うちの学校もせこいね。さっさと直したらいいのに。あ、ゆいと。見て見て、センターライン。だって懐かしいんだもん。小学校の時よくやったでしょ。暑い。ねえ、ツーオンツーやろっか。あ、そっか。ウール入っちゃおうか。あ、でも二人で入るのなんて恥ずかしいか。あ、ユイト。ゆいと、休もうよ。暑いよ。意地悪。地下室入ろうよ。あそこ涼しいもん。どうしたの？ゆいと。へへへ。暑い。蝶飛んでないね。しようか。そろそろ絵描く？作品出さないと廃部になっちゃうよ。どうして？また変なこと言ってる。だってユイトが変なことを言うんだもん。ねえ、ユイトをデッサンするってのはなし？シクシク。じゃあさ、サッカーしよう。ダメ？どうして？せっかくユイトと二人きりになれたのに、つまんない。ユイトがサッカーするのならする。ご主人様、ごめんなさい。でも、ユイト、私も手伝う。だってせっかく二人っきりになれたのに。えへへ。頑張る。うん、ありがとう。あ、やっちゃった。痛い。あ、やっちゃった。痛い。あ、やっちゃった。ゆいと、お皿、洗
洗ってきたよ。今、スーちゃんがお風呂沸かしてる。一緒に。なんでもない。ご主人様、お風呂が沸きました。ユイトが先でいいよ。ご主人様、ご飯です。どうなさったんですか？ごめんなさい。今日、絵、描く？違うの、私が描くの。ユイトをモデルに。そんなことないよ。へへへ。洗い物終わったら。ご主人様、おかわりは？変なポーズ取ると疲れるよ。そのポーズでも別にいいよ。寂しくなくなるかも。いい。もう宝物ができたもん。校長室に置いとこうか。社長椅子にドカンコと置いてさ。わかんないよ。ユイトのお父さんだって社長さんじゃん。ユイトが社長になればいいじゃん。
そうかな。それはそれでいいと思うけど。社長になったら結婚してね。えへへ。こんばんは。どうしたの？変な顔して。いつもは？終わり？いつも？は？ゆうと！あ、はるか。お姉ちゃん、元気してる？どうして？晩ご飯まだでしょ？私が作ってあげる。私もやる。何よ、その絵って。お姉ちゃん、戦力になるの？なるもん。怪しいな。なるんだもん。つまむのやめてくれる？それ、おかずなんだから。